皆さん、おはようございます。経営コンサルタントの中野です。本日は、とても残念なお話をしなければならないことになりました。なんと、昨日まで、八区のごとく上昇していたビットコインの価格が、なんと、 ついに陥落をし、大暴落を始めております。その価格、皆さん驚いてはいけません。とてつもない価格に見舞われ、見舞われております。早速、ウェブの方を見ていきましょう。財布で確認してみましょう。恐ろしい価格に、皆さん、鳥肌をた立たせると思います。 なんと、昨日まで、106万、107万をつけていたビットコインの価格が、今まさに、今まさに、これですね、ゾウさんのお花のごとく、93万2000円となっております。これは <laughs>、嘘でも紛れでもありません。 932,740円になっております。恐ろしい価格です。一時は、なんと9 1万4 0 0円まで行きました。今少し戻しております。5分足で見てみましょう。ちょっとプルバックしてますが、微妙ですね。戻るかどうか微妙です。1分足。ようやく、暴落。何があったんでしょうか うん、そうですね、まょ、あ、う10日ですよね、え今日十10日ですよね、今ょう10日、1分足、1時間半にしてみますと、今日の朝9時ちょうどに大暴落ですね、何かファンダメンタルがあったのかどうか分かりませんが、 このと、仮想通貨、特にビットコインのファンダメンタルはよくわからない動きですね。何が作用してるのか全くわかりませんね。で、朝5時から落ちてますね。で、まあ、落ちてると言えばここから落ちてる。ダブルトップをつけて、まあ、落ちたと言っても過言ではあり,、まあ、ありませんね、えー。昨日のですね、朝7時からまあ落ちていると。ほんで、一回バウンドして、 まあ、昨日の夜ですね、これ10時ぐらい、9時ぐらいですかね、ここら辺で私はライ,ライブをやりましたけれども、まあ、一旦上がったと。あと上がってですね、今日の深夜2時、3時ですね。今日の深夜3時からまあ落ちてきて、そのまま大暴落と。とどめを刺したのが朝10時ということですが、実際には <laughs>、 そうですね1分足で測ってみますと、まあ、この辺ぐらいからですかね、えーと、9時13分ですね、朝の9時13分、今朝の10時22分ですから、私は今日もも、ね、朝4時から起きているんですが、9時13分に何があったかですね、その前の9時12分でもいいかもしれないですね。 まあでも、ここら辺から落ちてますから、ここかな。9時1分。ま9時、9時1分からですね、落ちてますね。まあ、93万。93万はきついですね、さすがに。93万はさすがに戻らないかと。ん、戻らないかもしれないですね。もう下りの方向行ってるかもしれないですね。 そして、まあ、ま、ああの、ま、あ相場なんていうのはこんな感じでございますから、何があるか分からないのが相場だからね。だから、あの、楽しく儲かるのであって、だから楽しく儲からないのであるわけでございますよね。はい。まあ、それ、まあ、ギャンブルですからね、相場っていうのはね。儲からないから儲かるんですよね。 はい、それで。これがもともとのペナントフラッグですね。もうちょっと上かな、これ。こんな感じですね。ペナントフラッグで、えまあ頂点をつけたと。で、ここのペナントフラッグはこっちにまあ変更って感じですかね。で、ここのペナントフラッグも、 んこれなんだあ、これいいのか。こっちのペラントフラッグもここに変更と。いうことになって。えー、上をつけましたね。まあちょっと元々のペラントフラッグに戻した方がいいかもしれないですね。でちょっと上だ出るんだけれども、すぐにまあ戻ってくるとだ。オーバーシュートですね、これね。まあオーバーシュート気味なんでしょうね。 でちょっとペンを出したいと思います。はい。ーーシュートなんでしょうね、これね。だから、ちょっとこのペ,ペンドフラッグを超える、上辺を超えるとで、ね、どうしてもこのまま上行くんじゃないかってことでロングを入れたくなっちゃうんですよね。でもそれが、えー まあ、トリックっていうかね、まあ、ヘッジファンドの、はい、騙しなんですねで。ここですぐこう来ると。で今回も,もうだいぶ上行きましたけど、まあ、今回ここ来て、やはり、まあ、49万8000円かと。49万8000円になるからあ、ここですね。49万8000円になるから、やっぱり100万円のところでね、一旦利確しとかないといけないよと。 いうまあ、私の当初の判断は正しかったということになりますね。はいまあ、多分あの中野研究会のねあの人は皆さん、一旦ここね、100万円になったら、理学したと思います。100万円でね。理学して、様子見なくちゃいけないよと。で下に行くようだったら、まあ、一応、ピラナントフラッグのこのルールっていうのは一番強いですから、月き足より強い,強いですからね、ピラナントフラッグっていうのはね。 はい、ですから、まあこれ、2017年の12月からのね、ピラントフラッグを作ってますからね、これ一番強いですから、月足よりもね。ですので、ここついてますよね、そしてここついてますでしょ、で、こう下行って、この下と、下、上、下と、で、上ですよね、で、次、下かと思いきや上で、下と。 で上きてるんで、まあ、次下ですね、まあ、50万円ぐらいかなと49万8 0 0円ぐらいかなと、まあ、下がる可能性は非常に高いかなと思います、えー、それでね、えー、これを見てまあドル円とか株式相場には影響は全くないので、まあ、仮想通貨とねあの実体経済との実体金融経済とのね、えー、連動っていうものは今のところは 語られてませんので <laughs> ビットコインについてはちょっと、まあ、消極的な反応が出ているかなと思いますね今はね少しまあ戻してはいますけれども、まあ、ここからどうなるかですねまあ難品は非常に危険なんでねそしてまあこれよくあるパターンなんですけれども えー、こうやってですね、まあ、戻しする可能性も、なきしもあらずなんですかね。<laughs> 何が作用してるか分かんない、ね、ファンダメンタル的ときにはね。右肩上がりいったら、こうやって下がるっていう、N、NG 型なんですよね。逆 NG 型ですけど、右肩に上がったら下に下がるんですね。右下,下がりだと上が,る上がっていくんですよ、こうやってね。だから、こうやって上に上がってますから、やっぱり下がっていきますね、これからね。 まあ非常にまあ心配されますが、まあ、下がっても50万円までかなと思いますので、まあ、皆さんも十分に気をつけていただいて、まあ、損切り、<laughs> 100万円で買った人はね、損切りすれば今、まあ、あまりね、あの、傷を深めないで損切りできるかと思います。まあ、損切ってね、損失を出さないと、あの、相場っていうのは利益が取れませんのでね、まあ、こんなものは日常茶飯事ですから、まあ、これからもね、頑張って、 えビットコインでね、頑張っていただきたいと思います。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。